ようこそ、高潔で純真な魂。あなたは過去を探求するために来た。しかし真実の礎石はすでに過去の土に埋もれている。ここはマッセ最後の楽土であり、失意者たちの墓地でもある。ここに存在しているのは少し興味を惹かれるようなお話だけ。遠い昔のこと、ヒーローになれなかった13人のお話。この杯を広い天地に捧げましょう。いつまでもこの瞬間が続きますように。この世界が黄金のごとく輝きますように。そこまでじゃ戦後、あの子はもう死んだのじゃ。これ以上殺しても何の意味もない。殺しにもともと意味などないさ。だが彼らの死には意味がなきゃいけない。死は命の終点じゃない。命は死によって進化し神聖するの。そう、私たちは人類とは何か再定義する。ケビ、ヒーローが世界を救うわけじゃない。世界を救ったからヒーローと呼ばれるの。しかし僕たちは知っている。この世界はもう救えないと。それでも僕たちはヒーローにならなければならない。見て、彼らはあんなに誇らしげに生き、命で文明の昇華を奏でた。これは英傑と呼ばれた人々の話。13人の失意者が経験した未完の旅。けど来訪者、あなたの道は続いてる。そうでしょ？なら心のままに進みなさい。足跡をたどって、あの火を追った旅を見届けるの。最後は死した者たちの墓を越え、私たちが作れなかった未来を作りなさい。